ジェラスリーグ巨人、広島、18日、東京 D。巨人の野上龍馬投手、33、が4球で交代となった。1点リードの7回に2番手で登板すると、先頭の林に中前打を許した。続く宇草に対しての初球はボール。そして一塁牽制を送った直後、桑田投手チーフコーチ補佐とトレーナーがマウンドへ駆けつけた。一度ベンチへ退くと、原監督が交代を告げ、マウンドには高梨が上がった。野上はここまで8試合に登板。0勝1敗1セーブ4ホールド、防御率 1.65 と抜群の安定感で、ブルペンを支えていた。